こんにちは。映画監督の増山れなです。本日私は今まで私の映画にもご出演をいただいております皆川慎一郎さんのお話をお伺いいたします。私は千葉県千葉市出身で活動してきているんですけれども、なんと皆川さん今後千葉県の県知事選に立候補予定ということで、本日はどんな政策を考えておられるのかお話をお伺いいたします。皆川さんよろしくお願いいたします。こんにちは。紹介をいたしました皆川慎一郎でございます。私は1954年昭和で言いますと29年、船橋市海神というところに、で誕生しました。小学校中学校は地元の海神小学校海神中学校を卒業し、私立の市川高校に進学し、その後、浪人を経て、金沢大学法文学部史学科国史専攻、日本史ですね、日本史を専攻して、そのまま千葉県の県立高校の教諭として、1980年松戸睦美高校を出発点に35年間、高校教員として働いてまいりました。松戸睦美高校の後は、馬橋高校、そして県立千葉高校の夜間定時制、そして、柏市にあります湘南高校教頭、松戸南高校校長、そして最後は流山大高の森高校校長として、定年退職を迎えました。退職後は流山市にあります青少年指導センター、そこの電話相談員として1年間いろいろな悩んだ親ですね、保護者の方たちの訴えを聞いてきました。合わせて国際医療福祉大学という大学の職員として、栃木県大田原市に 本部がありますが、そこを1年間通いまして、次の年は成田キャンパスができましたので、成田キャンパスの入試広報室の参事として働いてきました。その後いろいろ事情がありまして退職をし、千葉から青少年支援する会を立ち上げまして、これが2017年1月ですけども、活動を続けて今日に来ています。増山監督とはその2017年の3月に初めて、お目にかかりました。その後映画作りに参加させていただきまして、出演まで、してしまったという、なんかずうずうしい、ことをしてしまいましたけども、そういう流れの中で、来ました。しかし、思いは変わらず、千葉県の教育なんとかしたいと、レベルアップしたいと、そのためにはやはり自分が知事になるしかないんだという決意のもとに、今日、これから始まります来年の春の知事選挙に出馬していこうと、その予定者として、今後県内で登場していこうと思いまして、まず最初の活動としてこの撮影ということに参加しました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私自身も、千葉県で、幼稚園、小学校、中学校、高校と、学んでまいりましたので、この千葉の教育ということは自分の原点です。ですので本日皆川さんの政策をお聞きするのが楽しみです。まず、本日皆川さんが訴えておられる、政策について、県防察、県立銀行、教育、そして、LGBT などの、多様性を含めた社会の在り方について、またその他という形で、一つずつお話を、聞いてまいります。まずはこちらの検察ということなんですけれども、こちらどういった政策ビジョンになるのか、ぜひお伺いしてみようと思います。
こちらのボウと名付けておられる県民配当ということなんですけれども、はい、こちらはどんな政策になるんでしょうか。はい、私の、まあ、一番の目標になりなるのはですね、やはり今の20年不況、もう本当に、不況の続く中でなかなか上向きができない、経済の上向きがない、不況の中で消費税 10% というなんか考えられないような政策が出てきたりしています。そして、まあ、いわゆる金持ちと言われる人たちが1984年の 75% から今日は 45% という形で高額所得者が、まあ、30% 税が免除されてきた。じゃあそのお金は社会の発展のために使われているのかと思いますと、結局日本の経済成長はありません。つまり金持ち減税しても結局日本の経済を牽引していく力にもなり得てないということを考えますと、やはり今の税制含め、やはりいろいろまだまだ直さなきゃいけないことがあるだろうと思っています。でそういう中で、先日の東京都知事選挙で、令和新選組の山本太郎さんが出馬したときに、15兆円真水で15兆円都債を使って、そして、日銀ですか、銀行から15兆円引き出すというような政策を出したときに、おお、すごいなというのは率直な気持ちです。それはなぜかと言いますと、私、実は2002年の本で、政府支援発行が日本経済をよみがえるという、小野誠二先生が書かれたこの本が、なかなか印象深くあります。現在は小野先生とも一緒に勉強会の中で、学んでいるものですけれども、小野先生はもうはっきり言うんですね。もうこの不況を脱出するのは、一人に毎月10万円、はい、はい、10万円配って、そして年間120万円、一人に120万円配れば、日本の経済はぐんと持ち直ると、不況を脱出することができると、でしかもインフラは起きないと、こういうことを彼の長年の経験と、彼は理学博士ですかね。はい、そういう理系の優れた力、まあ、フランスなどのパリでもパリの大学でも教えているという経歴のある人ですけども、その人が自信を持って120万あげなきゃダメなんだということですが、実は先日政府は10万円1回切りなんです。私たちはもっと10万円出しなさいということで財務省に監督とも一緒に要請に来ましたけども、いまだに落とさたがありません。これでは日本の経済は上向くことは多分ないでしょう。そういうことを考えたときに、千葉県の返済をストレートに、日銀に引き受けさせるというのもなかなかハードルが高いだろうなと思いまして、あとは国会議員の方が法律をちょっと改正してくれればできると思うんですけども、なかなかそういう今機運がないと考えたときに、それならば過去を振り返って検察というやり方があるじゃないかと思いました。これは幕末と明治維新のときに実は検察って発行されてるんです。もう150年以上ないですけども、そういう県のお金を発行することで県の中でしか通用しないけども、一つの千葉県の経済の発展の刺激になるだろうと思いました。まあ、お札はこのようになかなか藩札がありまして、その後明治になったら太政官札が作られて、そして民部省札が作られると。つまり、そして最後は明治4年で初めて円というものが、日本の通貨単位の円というものができますけども、この時の最初の、まあ、明治通宝というお金、紙幣であります。まあ、こういうように、お金というのはいろいろな場面で紙幣として、
日本の歴史上登場しています。藩札は1660年60年代ぐらいに、福井藩が最初に発行したと言われていますが、なんと藩札はその後江戸300藩300の藩の中で244の藩が藩札を発行しています。244の藩ですか。そう、8割の藩が藩札を発行したんです。はい、でこれは結局明治まで行きました。で明治4年の新化条例というこの円が登場してくるときに全てこのお札で生産されました。ほぼ大体半分ぐらいですね、半分以下のお金で交換されまして、紙幣同士の交換がありました。ですから藩札によって潰れた藩は多分ないと思います。それだけやはり200年ですか、200年ぐらいの歴史を持つものであります。ですからそういう紙幣というものはやはり昔の人の知恵として、やはり今このような不況の中でなかなか苦しんでいる千葉県、どうにか立ち直るきっかけを作りたいと、それは検察を発行するのが一番じゃないかということで、某と、房総半島の某という名前をつけて、一房札、十房札、百房札、千房札、万房札という5つの勝手に自分で房札を考え出しました。でこれを、一つの、条例や規則で、ちゃんと法的な位置づけをして、そして一房一円で県の税金ですね、県の税金をそれでも払えるよということにしたらお金が循環するんじゃないか。そしてこの房という日本で最初に誕生する検察を全国の人たちは興味を持って、おそらく千葉県に来るだろうと、そして観光資源ともなってみんな記念で房札を持って、他県に帰っていくだろうと。その代わりその他県の人がそれを買い取った縁が千葉県に入ってくる、まさに棒を持って縁を得ると、こういうような発想を持ってですね、やはりいろいろな、これから25人学級の時にも話しますけども、棒札をいろいろな工夫で、地域イベントとかそういうさまざまな活性化の中に使っていただければありがたいなと。内緒は今いろいろな感じで、困っている子ども食堂とかそういうものの運営などでも、これがうまく地域通貨として、いわゆるその使えたら面白いんじゃないかということであります。そしてこの棒札を生み出すために、いろいろな印刷技術とか、その図案を書く人とか、さまざまな仕事がそれによって生じると思っています。千葉県の人たちにはいろいろな芸術的センスのある人たちが数多くいますし、印刷会社もたくさんあります。そういうところの英知を絞ってみんなが手にしたいなと思う検察をすれないだろうかと、発行できないだろうかと思っています。ただこのいきなり本音は県民に税に配りたいんですが、それを一挙にやりますと停滞したり混乱すると思いますので、最初は限定をして配った方がいいだろうと思います。でその限定の仕方としては、一つは今一生懸命学んでいる青年学び支援という形で、大学院生、大学校生、そして短期大学校生、そして専門学校生、そして、木更津高専の4年生5年生、そして、県立高校の専攻科にいる専攻科2年の1年生2年生の学生さんたちに年間24万房、月にして2万房、2万円ですけども、その支給と、あとは高齢者で一人暮らしの高齢者の人たちはいろいろリスクがあって生きづらいだろうと思いますので、その人たちも年間24万房をまず配って、そしてそれが県内にどのように流通するかを考えながら、任期4年間毎年
県民配当を実施していきたいと思っています。これはあくまでもクーポン券の役割しか、評価されないでしょうけれども、皆さんがこれを使えるんだという形で意識していただければ、信用貨幣論というのがありますけれども、私はそれを信じているもので、信用さえあれば、そして最後は県の税金、県税にこれを使えるようにすれば、まあ流通するだろうというふうに考えています。まあそういう形で、まず突破口はやはりお金だろうと思っています。つまり、まあお金というのはなんか卑しいこと言うなと思われる方もいるかもしれませんけども、やはり今はお金がないと生きていけないんです。やはりお金というのは水道であったり電気であったり、なくてはならないものと同じようにお金は必要なんです。お金はインフラです。このインフラを整備するのは地方自治体の役割であります。電気を通るようにさせたり、ないしは水道、県営水道を経営したり、安心できる水を皆さんに提供したり、同じようにやはり安心して生活できるお金をやはり皆さんに提供する、これはやはり大事な役割だろうと思っています。そういう意味でですね、この検察棒というものをもうぜひ発行していきたいと。当然それは議会の承認がなければできませんけれども、まあ、議会の協力を得ながら、全国にはない一つの試みとして、社会実験として、実現できたらいいなと思って憲法を、まあ、提案しました。この憲法というのは、今その商品券のようなというふうにおっしゃいましたが、県内のさまざまな商店街や、このレストランや、また税金を支払ったりすることに当てることができるというイメージなんですか？そうですね。結果的にお金を発行しても、それを税金で回収できなければ、お金としての価値は多分生み出されないと思いますので、まあ、県のいろいろな、つまり市町村とか国の税と被らない部分の 県独自の税に使えるようにすれば、いいだろうな。例えばどんなものが考えられるかと思います、はい、いますと、まあ、一つには県の施設の入場料、そして県立学校の入学検定料や免許センターなどの、まあ、いわゆるその収入証書代ですね、それとか県立学校の入学金や授業料、そして狩猟税、狩りですね、獣を狩る狩猟税だとか、個人事業税、そして法人事業税、経由取引税、そして自動車税、こういうものに使えるんだということになれば、いろいろな事業者も謀殺を拒否しないで受け入れていくんじゃないかと。そして県外からいろいろ千葉県に来用される県外の人に、その要求に応えて県謀殺をお渡しすることができるんじゃないかと。それが結果的に県内のいわゆるこの活性化、購買力、我々はこの副業の中で一番失われたものは購買力です。あとは心です。私は心をこの20年間で失いました。なぜかと言いますと、イギリスには CAF という CAF ですけども、その慈善団体がありまして、そこが、130国近いですね、国でアンケートを取りました。これはまあ有名なやつですけども、2009年と言いますと、まあ、森田知事が就任した年もあるし、まあ、私が校長に就任した年でもありますけども、この2009年から2018年までの10年間、世界の人たちにアンケートを取ったんです。そのアンケートの結果の中で、一つ悲しい結果が出たのは、いわゆるその3つのアンケートの項目があります。あるその一つにですね、人助けランキングというのですね、人を助けるということの世界の国のランク付けがあるんです。つまり、見ず知らずの人が
困っていたらあなた助けますかっていう、ただその質問なんです。世界125カ国が回答しました。日本は助けますって言った人は 24% でした。あとの 76% は助けようとは多分しないでしょうね、アンケートで。そうするとこの結果は何かというと、125カ国の中で実は日本は最下位なんです。つまり日本人は世界から見るとそういう人助けランキングの最下位の国という、こういうレッテルを貼られてしまったと。だから例えば日本は難民認定は先進国では極端に難民認定が低いと。またこの先日の台風の時には避難所に来たホームレスを追い返すと、こういう人助けとは全く相反するような行為がやはり平然と行われてしまうと。そしてホームレスに対する、リンチといいますか、そういう暴行なども毎年毎年起きていると。このやはり人助けランキング世界最下位ということに私は愕然としました。教師として一体自分たちは何を生徒に教えてきたのかと、こういう問題意識の中で、やはりこれはこの長く続く不況の中で人々の意欲や希望を失わさせてきている、それがこういう結果となって、当初の私の少年時代では考えられないような結果が今平然と数値に出ている。これに我々千葉県民は危機感を持たなければいけないだろうと思います。そのためにもやはり経済を活性化し、みんながこう、活動し、そして子どもたちは将来の夢を持てるように、いろいろな形で我々は大人として取り組まなきゃいけない、そういう意味でこの憲法と、やはり憲法謀殺を作るということの意義は多方面に波及するだろうと、そこから千葉県政というのは出発してもいいんじゃないかなと、こういう思いになります。もちろん、財務省が、追加10万円給付を野先生が言う通り毎月こう全国民に給付してくれたらそれがいいのですけれども、今すぐその政策が実現がなかなか難しいとしたら、まずその地方自治体県というレベルから、こう検察検裁をもとにした今度検察を給付するということで、地域経済の活性化につながったら大変注目される新しい試みであると思います。コロナで40兆円の GDP が下がりまして、その回復の見込みがまだまだ立っていません。こういったこの検察の政策が実現することを願って、またお話をお聞きしていきたいと思います。